ゃあ始めたいと思います。昨日の佃典彦さん、早速なんですが、はい、今日見ていただいたと思うんですが、はい、いかがだったでしょうかというまあ定番の質問なんですけども、いや面白かったです。いや、ね、いや驚きました。こういう芝居で頭が上がって僕も全く笑わないで来たんで、すごいあのチラシで想像するしかないっていう、面白かったです僕。ありがとうございます。はい、なんかそうですね、素舞台から始まって、はい、この素舞台何にもないっていうのはどうするんだ。まずあのこの鈴なりの素舞台で芝居をちょっと始めたいなって、で男一っていうのが出てきて、で男二とか順番に出てくるんだけど、名前を与えられたらそいつになって、で考えたときにやっぱり鈴なりだろうってね、思いまして、でお借りして、やっぱり鈴なりの素舞台っていうのは素晴らしいな。初めて見る方もね。いや僕は初めてですね。あ、素舞台よね。素舞台、あ、うん、こんなに奥行きがあるのかって思います。大体なんかこう作り込んでるんですけどね。はいはい、本当はあのこの平台が今なんかなるのかと思って、ここにね、あ、大体の場合張り出すんですよ。あ、この平台で、はい、で作り込むと後ろ台でね、三尺か、四尺ぐらい開けて人通れるみたいにするっていう、若干もうちょっと前の舞台は出たりするんですけど、もうこれの前のちょうど鈴なりの公演もあのアヒルなんちゃらさんは、うん、やっぱり素舞台だったんですって。で、その素舞台を見ていらした方もいて、素舞台が続いてると素舞台って面白い、素舞台素舞台って言ってね、サイドンとかみたいだね。来週もそうかな。いや、わかんない。今度からもう素舞台ですかって言われる。素舞台ですって。あ、じゃあ素舞台、じゃあ素舞台、アヒルさんはここ開けっぱなしで使ったんですって、うん、で、まあ、漫画家 の仕事部屋ということで、まあ、倉庫みたいな設定だったのかな、うん、開けっぱなしにして、でそれを見た人が今回も見に来て、あ、同じ素舞台だっていうことで、で今度は開けたら外ではなくてそこに部屋があったっていうから、うん、なんか余計びっくりしたって言ってましたね。あ、ね、あ、外の最後、あれはすごく見事にびっくりしましたね。急に俺っていう、あのまま階段があって外に繋がってる場所なんですよ。六畳一間が、ああ、はい、すごく、いや、でもそうやって考えるとやっぱ劇場って面白いですよね。ああ、そうですね、非常に面白いです。僕はもう、この鈴崎さんとかはコミュニティがあるんですよね。僕はもう今回もう初めましてっていうか、僕が一方的に不安でお願いしたっていう、そう、どうして僕がここにいるんだろう。正直最初は僕とあのクリ君に昔あの芝居を作った時にあの曲をお願いしてたりしてて、うん、で何度かご一緒させていただいて、そしたら久住さんと組んでらっしゃるのを伺って、で、はい、横浜の方でダンス公演のこう生演奏でダンス公演とかがあって、その時にゲストで何度も来ていただいて、何度も、そうですね、何度もそうなんですね。今日は栗木さんが音楽に参加してて、はい、それで呼ばれたんだと思って。でもね、いろいろ縁があって、栗木のお父さんが実はあの名古屋の方で芝居をやってらっしゃるんですね。で、それと佃さんは、まあ、だから栗木さんのお父さんとも昔からずっと知り合い、実はだから全然知らなかったんでびっくりして、全然似ても似つかない、ね、全然似てないですよね。クリキさんのお父さんすごくいい人ですよね。いや、まあその関係っていうことで。お父さん辛いですね。うん、僕クリキさんな、あの名古屋でライブやるとクリキさん家に泊まるんですよ。で泊まるとお父さんの部屋に泊まるの。ああ。クリキさんのお父さんの部屋、演劇の本がいっぱい置いてある。そうですよね。そうなんだ。
それで今日のでもラストの方の雨がザーって降って、はい、ただの男一って言って、うん、このブランコの前で、うん、ってあれは栗木さんの そうです曲。ただのボスのような木ですね。ちょっとは関係したって。ここでちょっと関係したんですね。ああ、そうかそうか。僕らも関係ですね、じゃあね。僕、最初に、はい、くすみさん知ったのは、はい、まだ学生の時だったと思うんですけど、泉正幸っていう風で、はい、最初僕は泉正幸っていう人だと思って、はいはいはい、泉春樹さんと僕で泉正幸、うん、だから藤子不二雄みたいなことですよね。もうそれ知らなくって、うん、ずっとそうやって思ってて、あ、なんだ2人なのかと思って、その後このぐらいのねテレビ局の人から本をもらっていただいて、あのねこのぐらいの厚みの本で、それ江口ラーメンの、あ、ラーメンの、うん、ラーメン屋のね、で中に絵とか書いてあって、うん、タクヤとか、はい、あのラーメン屋さんの、なんでもないラーメン屋さんがあって、そこ昔から通ってて、それでそこの友達と行くたびに、あの店員にあだ名つけたりね、そのあだ名つけて、そのタクヤと悪魔と鬼瓦っていうあだ名つけて、それ一人一人の想像を勝手に、あいつ飲むとき日本酒だろうとかね、あいつはカラオケ好きだろうとか、もう奥さんの人情、まあ、自分勝手ですもんね、ものすごく勝手に、それは何年もやってたっていうね、それで本にしたって、あれはものすごく面白くって、いや、孤独のグルメとかでもほら松重さん食べてて、うん、他の客のことさ勝手にそうそう勝手って勝手ですもんね、うん、松重さんって本当は何にも言ってないんだよね、ほとんどすいませんとか言ってるだけで、あと全部心の中これいいぞとか言ってたよね。松重さんはあの下北の江戸っ子ラーメン民亭で働いてたらしいですね。あそこで、あの、事務所のブルーハーツのヒロトと一緒にの時期、その時期なんですか、民亭で働いてたんで、ヒロトがなんか、まあすげえ、テレビの孤独のグルメ食い方があの頃と一緒うまそうに、本当に美味しそうに食べますもんね。そうですね、結構決してあの行儀よくはないんです、吸って食ったりね、ズズズとかやったりしてんだけど、すごく品がありますよね。うまそうな、とにかく美味しそうでさ、名古屋でも、名古屋でも放送深夜さん、僕は名古屋でずっと見てて、はい、出たことあるんだよね。あ、そうなんですか、ね、出たことあるシーズン2の最終回、びっくりしたー、ちょっとやらせていただいて出てきてあれ、僕お願いしたんですよ、事務所の方で出たいんで、すごいびっくりした、あれ、はい、突然出てきたのバーがあって、そこ出前のビールをやってるってお店で、うん、その出前のビールのコップ返しすごい役だよね、それね、ドキドキしながらやりましたけど、ね、それ原作で、はい、漫画って、はい、あの舞台の台本って書いたことはあったりするんですか、うん、いや、ないですね。一回なんかそんなようなことのちょっと誰か頼まれて、その昔にちょっとだけ書いたことあるんですけど、それがすごい違うものになってて、ものすごい恥ずかしかったすごい違う、ちょっと人情っぽい話になってて、そんなのまるで書いてないのに、あ、ちょっとすごく俺が人情の人なのかと思われるような気がしてドキドキしました。でもそういうのは音楽の方が多い。あ、そうですね。それは演出は別の人が、演出をしたい人がなんか、いや、なんか一人芝居とか見たいよね。役者はさ、だから、ま、何にも言わなくって、ずっと心の声がスピーカーから、それ面白いですね。一言も喋らない、うん、時々すいませんとか言われてっていうぐらい。あと横浜でちょっとだけ原作をお借りしたっていうので、夢の悪夢くん、何でしたっけ、悪夢くん面白かったですね。あ、それで本のタイトル夢像のネタを、ただもう、オチも何もなく、ただつらつらと夢の話が
書いてあるんですけど、あれすごく夢の感じ出てたよね、あの悪夢くんの、あれはすごく面白かった、うん、面白かったな、夢のところがシーンが面白かった、夢っぽくて結構夢ってね、難しい、あの手のやつで、なんかくすみさんが一人芝居でこのつやつだとこう夢のこう話がこういろいろ展開してたりと面白いなとか思ったり、いや僕の話をしてもしょうがないよいやぜひもうそろそろちょっと、もうちょっと違う形で巻き込ませていただきたいなと思って、でも何だろう、好きなことをなんかね、印象としては、はい、好きなことだけやって、うん、食べてる人っていう感じがするんですよ。そんなこともないでしょ。そうですか。そんなこともないです、本当。大体の、あの、あれは向こうの編集者からこういうのでっていうに来て、それで一生懸命考えてあの形になってるんで。あでも僕あの、この切り絵展、はい、これ、あの、その時地味編の手の切り絵のね、すごいのよ。え、うん、あ、買ってくれたんだ。はい、僕の切り絵をね、あの手ぬぐいにしたのよ。ものすごいの、僕あれにこれ切り絵ですか。切り絵なんです。あの似顔絵なんですよね。うん、で、隠し撮りで。あ、隠し撮りの三白に。うん。あれに感動して。あ、そうですか。わーと思って、佐藤一とか、うん、大魔神があったじゃないですか。あ、これ絶対欲しいと思ったら売れてました。いやいやいや。とりあえず前にチラシをやられてますよね。あ、そうですね。なんか横浜で。あ、残ってて。あ、ここでやったし、なんか。ここじゃなくて、相鉄本部。相鉄本部。それですね。あの時大変だった。芝居の役者全員の顔を切らなきゃいけないんですよね。すごく大変だった。うん、貴重ですよ、今考えると。貴重、貴重。あれは大変だったなぁ。そう。あと、印象にあるのは、はい、その夢の話にしても、はい、その漫画にしても、はい、大体くすみさんの実際に行ったりだとか、聞いたりだとか、はい、そこで妄想したことがこうものになったりするじゃないですか。はい、佃さんも意外とこう、今回の話も PTA のことだったりだとか、こう問題が起きた途中、PTA 会長だったんですよ、実は。うん、え、そうなんですか。そうだったんだ。中学の PTA 会長、上の娘の時が中学校の時にやって、下の娘が中学生の時にもやったんで、2回 PTA 会長だった。うん、このリアリティだったんですね、あれは。リアルだったもん、なんかすごく。めんどくさいじゃないですか。めんどくさいですよね。で、やんなきゃどうしようと思って、友さんだったら、うん、じゃあこれもう芝居にかけるくらいちょっと見てさ、取材してさ、しとかなきゃ損だなと思って。で、それを芝居にしなきゃ損だね。うん、そうなんですよ。で、いや、今日もよかったなぁ。やっぱ男がこう、いるシーンの喋りがリアリティになるよね。あの実名したら僕がいるところ。おかしいよね。あそこから、こう入りましたね。あ、そうですか。うん、最初って芝居ってそうじゃないですか。大丈夫かなと思いながら大体見ているんですけど、何が始まるか分からないから、どういう系統かも分からない、どういうね、ジャンルも分からない、大丈夫だろうかっていうね、心配のようなものから入るときありますね。最初だって読んだときに、その、なんだろう、ただつらつらとわーっと喋ってるってだけだったから、うん、これやって面白いのかなと思って、だんだんやっていくうちにこう、なんだろう、自分の中でその、ずっとしゃべ、ただただ喋り続けてるってことがだんだん気持ちよくなってきて、だんだんハイになっていくっていうそういう感じもしたな。あの、ほんとしゃべってかかってなってるとこからね、気がついたら中にも入っていたっていう、この客席と舞台との間がいつの間にかなくなっているっていう、芝居ってそういう感じ。そうですね。映画とかと違って芝居ってさ、うん、新作の場合あのチラシ作ってる時に、うん、まだ芝居自体はできてないので、できてないんですね。し、あの大抵の場合台本すらもできてなかったんですよ僕大学の時その音楽もやったんですけど、それを何年かやっていくうちにその芝居のチラシをデザインしたこともあるんですよ。それで早稲田の方のそのあれだった、演劇のチラシだったんで、そのチラシの打ち合わせっていうのはかなり前じゃないですか。
そうです。そうですね。でも全然話多分できてない。どういう芝居なんですかって言うと、いや、こんな、なんとかなんとかって言ってんだけど、よくわかんないんだよね。タイトルしかなくて、タイピーみたいなこと。言ってるやつもよくわかってないって言ってんだね。それで、だいたい稽古が始まってしばらくしたあたりで、できるわけじゃないですか、チラシを。それ稽古場に持っていくと、みんなやっぱ団員がものすごく嬉しそうに、はぁ、これやってたんだって。いや、それまでやっぱり何をやってんのか、わかんないし、結末も見えないし、あの時はね、チラシは団員が一番嬉しそうでしたね。うん、結構ね、辻褄を合わせるのが大変。最初はタイトルだけ欲しいって言われて、タイトルだけ渡して、うん、で、出来上がってみると、これなんでこんなタイトルって。これをこう、どんどんこう、ね、落とし前をつけていかなきゃいけないっていう作りが、意外と膨らんだりする場合もあるし、うん、っていう。その、チラシ見て、知ってる劇団だったらあれなんだけど、そうじゃなくって本当にどういう系統の芝居かわかんないとかって、やっぱりちょっとね、映画の場合だとほら多少ピアノもなんかいろいろその情報入るけど、芝居って入りにくいから不安は今日も多分あの来て、あ、なんだこれって始まってなんかなるんだろうなってなったりね、ここがね、ここ最初まさか舞台のままではないね。でも本当あの面白い芝居だと途中から時間が分かんなくなるじゃないですか。きつい芝居だとなんかその時間が経たない。それがきつい。で帰れない。帰れない。前のこの席になってるともう大変ですよね。寝ることもできない。役者とこういるから、ね、顔が青いし。待ってもダメだしね。それで、あ、よかったです、とか言って嘘ばっかり普通のメニュー、エネルギー使いますよね、お客さんもね。そういう環境の中で立ち会わなきゃいけない、うん、でも、あの、自分が音楽やった時は芝居をやっぱりすごい心配です。芝居何回も見たり、同じ芝居ね、だけど受けるところもすごく違うし、なんか面白いですよね。いや、もう本当にお客さんで芝居変わるし、違います、違います ね。年齢層で変わるもんね。あ、なんか同じことやってんだけど、なんかみんな笑わないくて、あったまらないなっていう時があったと思うと、同じ芝居が最初からつまんないようなこともみんな受けたりね、面白いですよね。そういう受けない時はもう音楽やっててもドキドキしましたね、テープなのに。すみません、何もならない話そろそろなんですけれども、まあ、これも定番なんですが、何かお客さんの方で質問なり何かありましたら、してみてくださいということで、どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃいませんね。はい、じゃあなんか、そうだ、そうだ、宣伝をするんですね。それをしないといけないんだよね。はい、そうだ。なんだっけ、そう、ライブやるんだよね、私。その、孤独のグルメ、あ、そうだ、作ってるくすみさん率いるザ・スプリントンズのライブが、チラシ入ってると思うんですけど、8月の2日、吉祥寺マンダラ2というところでやります。孤独のグルメのシーズン1から3までの音楽と、今日やったみたいな歌物のバカ歌をちょっと、はい、で、そう、サントラと、あとくすみさんのソロアルバムは、ノビューの方で売ってるんで、買ってくれたら嬉しいです。サインも何もしますから。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。